ヤニフリストーは、ギリシャの作曲家。エジプト生まれ、ギリシャで育つ。ジナ・バッカウアーにピアノを習い、キングス・カレッジで、ルートビヒ・ヒウィト・ゲンシュタインとバートランド・ラッセルに学び、1948年、哲学で学位取得。チューリッヒでは、カール・グスタフ・ユングによる講義を受ける。同時期に、ハンス・エフレットリックから作曲を学び、ローマで、還元楽法を、 アンジェロ・フランチェスコ・ラバニニョニシジ、ヤニス・クセナキス、ロゴティティスと並ぶ、著名なギリシャの現代作曲家となる。最初期は、T.S. エリオットの詩に、叙情的な音楽をつけていた時期もあったものの、著名な業績は、オーケストラの団員が立ち上がって、114、お叫び団員が、パニックになるアノンティアドロミアピアニストが、 弦楽器奏者と戦うプラクシス412、あのパレステーシスではバリトンが会長音を絶叫した後、打楽器がこれを煽る、など、成人色の強い後期の作品である。作品も図形譜を駆使し、演奏家へ、視覚的なイメージを生で伝えているため、実際の演奏は演奏家の自発性が喚起されたものへなることが多い。使われているイディオムは、 ポーランドの1960年代の現代音楽と共通することが多い。後年の作品ほど騒音的かつ暴力的なシーンを容赦なく投入し、強い表現力を獲得している。1970年には、そろそろ舞台作品のウレステーアを母国で上演したいと多忙な日々を送り始めた直後、高速道路で交通事故に相死亡。わずか44歳であった。 ジャチン・トシェル氏が唯一評価した作曲家として知られており、その死後に検定作が書かれている。21世紀に入り、エディション RZ から CD が復刻されると大きく再評価されることになり、現在ではフリストー作品の再演も珍しくない。日本では例の会において高きらが初めて研究発表を行っている。ありがとうございます。